疲れ様です。今家を出たところなんですが、ご覧の通り雨が降ってるんです。今日は多分これ3本目か4本目の動画になると思うんですね、今回してるのがっていうのが、昼間撮った、ドライブウィズミーがなんか45分ぐらいになっちゃって、さっき見たらこれはちょっと2分割しなきゃいけないかなと。あと、昨日物件を3件見てて、それもちょっとね、出していきたいんで、まあ、1本か2本物件動画も上げつつで、何をこれを回してるかというと、多分ね10分ぐらいだと思うんですけど、10分しないと思うんですけどね、今もうまさに家を出たばっかりなんですが、これがーっと標高をねただひたすら降りていくんですけど、多分雨降って、まず間違いなく雨降ってないと思うんですね多分。で、どんぐらい気候と、まあ、天気が違うのか、まあ、どれぐらい家から町まであるのかとちょっとドライブウィズミーですね、まさに。ちょっとね今日はこれから、まあ、仕事関係の仕事の打ち合わせで、ちょっと人と会って、ちょっとね KTA のところの、あのコーナーコーヒー&ティー、マウンテンコーヒーにしようかなとかね、あとこの間ひかるちゃんと行ったあのチョコレート屋さん、あそこのカフェがねちょっと2階の名前忘れちゃいましたけど、すっごいおしゃれだったのと、あとあのフローズンホットチョコレートがめちゃめちゃ美味しくて、もう一回食べたいなっていう声があるんですけど、まあねちょっとそれを置いといて、まあ、分かりやすい場所というと行っていいかなって感じで、これから行きます。ほらね、もうちょっと青空が見えてきたんですよね。結構ねいつもなんですけど、このなんていうの、耳がキーンとツーンとするんですよね。あの標高が本当にうちのあたりで、さっきあの運転し始めた出発したあたりがだいたい標高 600m ぐらいなんですよね。で車10分でね、ほぼほぼ海抜まで行くって、どんな道をって思っちゃいますよね。本当急な坂道っていうか、まあでもね考えてみたら、あのマウナケア山頂まで 4000m 車で上がれちゃうっていうのはね、どんな道よって感じですよね。ちなみにね、ほんとすごく思うのは、あのハワイの山ってなんかすごい長いですよね。マウナロアだけじゃなくて、マウナロアって長い山って意味ですよね。でもマウナロアだけじゃなくて、ね、どの山もクアラライさんもね、みんな長いなと思いますね。今ねこれ、ハイウェイと並行してるベルトロードの山側の道です。まあ、ちょっとでね、あのいつもガークを避けるところです。さっきもね、あのちょっとガークのお墓がね見えるんですけど、バスルームから見えるんですよね。見てたらちょっとグッときました寂しいなーみたいな。太郎はねもうめちゃめちゃ可愛いんですよ。ほんとさっきもね、なんかガーのベッドに入って、もう本当に何一つ嫌がらず、なんかガークのタワー使ってるし、さっきもねそのガークのタワーで寝てて、上のあのロフトのところで、でなんかお母さんがいると思ったらいなくなったみたいな感じで半分寝もけながら私を探して、ミューとかって言いながら、あのちょっとね家で仕事してたら寝ぼけながら「お母さん」みたいな感じで来て、かわいいったら怪しない。ずいぶん曇ってるね、えずいぶん曇ってますね。さあどこまで一体行くのかしら、どこまで
ですけど、今これパラニロード、パラニ降りてるんですけど、パラニのね、このなんていうの、真ん中辺、このエリア、ここら辺から始まるこのエリアが一番雨降ってる気がするんですよね。だってこの辺がドッパッバーッと雨降ってて、家に帰ると全然降ってないとかあるあるなんですよね。ほらほらほら、この辺りやっぱり強い強い、ほら雨足強くなりましたよ。これはやっぱ見えないですね。そう、このエリアがね、絶対一番雨率が高いですね。降雨量が多い気がします。うわ、耳がツンとする。でもほら、わかります？もう向こうの方ね、青空と青い海が見えますよ。この辺りね、本当何件か過去にちょろちょろっと物件ご案内してるんですけど、動画で結構見てわかります？出入りが大変なんですよ、ここ沿いは。パラニ沿いはね、本当カーブで、しかも路肩もないし、もうコーナーで一番危ない道ですね。本当人間がまず歩いてないし、本当たまにね、アスリートの方が、結構急な坂なんで、ここもバイクで走ってるとね、もうご覧の通りこう路肩ないに等しいんで危ないんですよね。ちょっとバイクで乗れる感じじゃないっていう。バイクってチャリですね、チャリチャリ。でもなんか海の方はすごい青いですね。そうそう、でも考えてみたら僕はどこ行ったって感じですね。キラウヤ止まってるんですか？もうちょっと気がバタバタしてるうちに、なんかうっかりすっかり忘れてましたね。なんか一時噴火が始まった頃またね、潜っててすごかったですけど。ああ、さっきね、夫さん、私のフルグラを買っただけじゃなくて、ちょっと夫さんの、あの人、夫さんとか言っちゃったよまた、もうあの方のね、甘いものがめちゃめちゃ好きなので、だから腹回りがーって私は思うんだけど、まあそんなことはどうでもよくて、あの方用に何クッキーとかアイスとか甘いものとんでもなく食べるんで、さっきね、カップケーキの素2ドル50セントを買ってって、でチョコレートチップクッキーを、カップケーキ、チョコレートチップクッキーじゃない何言ってんの、チョコレートチップカップケーキを24個焼きましたとさ、ね、感謝してくれるんでしょうかなんかもうどうでもいいやって感じがしてくるので、私は私のことをやります。ね、なんか右の方を打たれたら左の方を差し出せみたいなねちょっと変な例えかもしれないですけど、なんか意地悪されたら意地悪し返すとか、なんか嫌だなって思っちゃうね。いい年して思いません？やったらやり返すとかすごい思うんですけど、やり返したいんだけど、なんかもうずーっと昔ね、なんかネットで誰かが拾って友達が送ってきてくれたミーム、画像がすごい未だに、多分ね携帯のどっかに入ってると思うんですけど、バカは相手にしないって言ってね、にゃんこがズンズン歩いてってるんですよ。耳がイカ耳になってて、怒った顔しながらにゃんこがズンズン歩いてって歩いてる画像 でその後ろの方はね犬が追っかけてるんですよでバカは相手にしないって、もうほんとそれとか思ってね、自分をそのレベルに下げてはいけませんよってよくお父さんお母さんに言われました。はい、バカは相手にバカになってはいけませんっていうね。 Yes, man ほらもうね、気がついたらこの辺は降ってないですね。よしよし、そう、タウンのこっちの方まで雨が降るのはもうま
まずないですね。で今動画が回ってるのが見えるんですけど、ちょうど10分ですね。車がちょっと遠いからしっかり10分、はい、うちから、KTN とこまで10分という感じです。なかなかいいでしょう。なかなかいいでしょうって何がって感じですけどもうダメだ、今すっかり病みつきになってますね、このドライブイズミー。お楽しみいただけましたら幸いです。なんかね、一緒に乗ってなんか世間話雑談してる気分になってくれたらいいなと。だいぶね、今もうすぐ2時なんですけど、もう少ししたらもう帰宅ラッシュですね。午後2時で帰宅ラッシュってって感じだけど、いや本当あの3時ぐらいからもう帰宅ラッシュっていうね、なんでやねんっていう速さで。さてさて、じゃあまあとりあえずこんな感じで一旦止めます。ではでは、お疲れ様です。今仕事関係のちょっと友人とこのコーヒー&ティーでお茶してたんですが、すっごい雨降っててね、今日はなんかすごいですね天気が。あとね、もうアイアンマン色がすごいですね。だってもうあと12時間後ぐらいにはね、アスリートたちが走ってる感じ。夜も更けてきました。こんなに夜遅くまでって言ってもまだ5時20分ですけどはい、というわけで明日はまたドライブ with me と、あとアイアンマンをちょっと応援に行こうかなと思ってます。皆様も良い一日をお過ごしください。ではではまた。 KTA の前からでした。太郎は運動神経が良くないんです。だからあんな高いところにどうやって乗ったのか、前も乗ってるのを見たんですけど、謎だったんですけど、今登る過程を目撃しました。あそこのカウンターからこっからね、このミニバスのところからあそこに飛び乗って、こらって言われて怒られて、太郎黒目がかわいい太郎さん太郎さん太郎かわいいね、黒目がね。スマホをパンチされました。あ、取れちゃった取ったの、太郎。取れた。捕まえた。捕まえたね。